皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルのたけ見です。今回は貯金で人生が劇的に変わる。貯めたやつだけが人生逃げ切れると題して、科学的根拠にしっかりと基づいて貯金をすることの圧倒的すぎるメリットを世界中わかりやすく皆様にプレゼンしていきたいと思うわけです。本日の内容を聞いていただければ、 貯金の凄さ、貯金の悪魔的なまでのメリットがわかり、貯金をしようとするモチベーションが爆上がりすること間違いなしです。本日の内容を知っているかどうかで、貯金へのモチベーションが天と地ほど変わるはずですから、ぜひとも最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速、貯金の凄す,すぎるメリットをどんどんご紹介していきましょう。まずは一つ目の、貯金の凄す,すぎるメリット、この世でも とも価値のある自由が手に入り、自分の未来を奪い返すことができるというメリットから皆さんに解説していきます。 さて、まず皆さんにね、冷酷な真実を一つお伝えしておかなければいけません。それはつまり、お金なくして自由なしということであります。どうでしょうか皆さんはこのことを心の底からちゃんと理解しているでしょうかもしこれまで意識してこなかったのであれば、ぜひとも心に刻んでおいてください。誰もが自由な人生を生きたい、自分の人生を 自分でコントロールしたいと願っています。ですが、多くの人たちはその願いを叶えることはできません。それは無能であるとか、能力がないとか、そういった問題ではありません。その理由は簡単で、シンプルにお金がないからです。 お金がないと私たちは誰かに自分の人生を委ね、自分の未来を誰かに奪われてしまうことになるんです。自由とは何者にも霊属していない状態のことを意味しています。多くの人は 誰かに金銭的に依存したり、会社に依存したりせずに自由に生きたいと願っているわけですが、その自由を獲得するためには一定の条件を満たす必要があります。その条件とは端的に言えばお金であります。ノーマネー、ノーフリーダムという言葉があります。これは、 お金なくして自由なしという非常に有名な言葉です。皆さん、薄々わかっているように、私たちは非常に多くの制約条件の中で日々暮らしを余儀なくされているんです。本当は家でゆっくりしたいにもかかわらず、私たちは週に5日間も仕事に行かなければいけません。これが人生における最も大きな制約条件と言えるでしょう。また私たちは、 意識していないかもしれませんが、実は住む場所も制約されております。なぜならば、あなたは会社の近くに住まなくてはいけないからです。本当は、ゆったりとした雰囲気が好きで、沖縄県に住みたいとか、鎌倉に住みたいと思っていたとしても、 あなたの職場が東京にあれば、あなたは東京に住まなくてはいけません。あるいは海外が大好きで、海外で暮らしたいと思っていても、それを叶えることはできません。私たちは住む場所すらも自分で選ぶことができていないんです。また、 転勤という大きな問題もあるでしょう。会社の方針や業務上の都合などで転勤がある職種の場合は自分の意思とは全く関係なく住む場所を強制的に決められてしまうんです。また仕事上でもほとんどの人が自由がありません。 いくら嫌な上司がいたとしても生活費を稼がなければいけないためその仕事をじゃあ辞めますと言って辞めることができない辞表を叩きつけることができないんです多大なストレスがかかる職場であったとしても単純にお金がないという理由だけで私たちは仕事を辞めることができないんですまたどれだけ性格の悪い夫であってもあなたが夫の収入に依存している状態 であれば離婚して自由になるということも難しいでしょう橘明さんが書かれた幸福の資本論という本の中でも会社に自分の人生を委ねている人は自由がないということがわかりやすく書かれております例えば 決算を紛失するために不正会計に手を染めた大手電機メーカーや不正に測定した燃料データを使って車を販売していた大手自動車メーカーがあります。 こういった不正というのは、どれも明るみに出れば、多くの関係者が元々気づいていたことであり、会社の暴走を止める機会はいくらでもあったはずなんです。それなのに、なぜ社員たちは見て見ぬふりをしたのでしょうかそれは自分の人生を会社に委ねているからです。もちろん、不正が悪いことであるのは間違いありません。 ですが、その不正を堂々と指摘して、社内で煙たがられ、クビになってしまうとしたらどうでしょうか。多くの人には大切な守るべき家族がいます。仕事をクビになってしまえば、家族を養っていくことはできません。 ある程度年齢がいっている人の場合であれば再就職も難しいかもしれません。つまりその会社をクビになってしまうと大切な家族もろとも路頭に迷ってしまうんです。このような。 厳しい状況の中で目の前の不正に目をつむってしまうということは命を懸けてでも守るべきものを持っているサラリーマンとしてはある意味当然と言えるかもしれません。私たちは人生の様々な局面で同様の厳しい選択を迫られることになります。そして多くの場合は自由や自分の意見というものではなくて冷俗を選ばざるを得ないんです。なぜならば国家や会社あるいは 夫に生活を依存し、経済的に独立していないからです。端的に言うと、お金がないからです。いくら、正義感の強い人であって、正義のもとに暮らしたいと思っている人であっても、その正義感だけで飯を食うことはできないんです。さて、どうでしょうか このようにお金がなければ自由がないと言われると思い当たる節があるからこそ結構ね嫌な気分になってしまった人が多いかもしれません。これは多くの人が感じていることですからそのため最近ではさっさとお金を貯めて自分の人生を自由に選択しようという動きが広まっているというわけです。その代表的なものがファイヤーと呼ばれる動きになります。ファイヤーとは 自分の生活費を資産や投資からの収益で賄って、早期に働かなくても生活できる状態を目指す運動のことであります。一般的に投資から得られる収益は4%前後と言われています。 ですから、死ぬ気で5000万円を貯めたら、その5000万円の4%で、年間200万円のお金が投資の収益として自動的に入ってくるという計算になります。生活費を抑えて、節約術を駆使して、工夫して自分の大切なものを明らかにし、それ以外のものにはお金を投じないという工夫をして、年間200万円程度で生活する術を身につけることができれば、私 私たちは理論上一生働かなくても良いつまり自由が手に入るんだこういう理由から、ファイヤーという動きが日本だけではなく世界中で最近とても人気になっているというわけです。さらに、田舎に引っ越して、ゆっくりと釣りでもしながら暮らして、生活費を抑えることができる人であれば、年間120万円あれば生活できるかもしれません。畑で自分で野菜をとって、自給自足のような生活 をして釣ってきた魚を食べる。 こういう生活をしていれば、年間120万円もあれば、生活することは可能でしょう。そんな人の場合は、3000万円貯めれば4、4%で運用し、年間120万円が自動的に降ってくるから、3000万円貯めればゴールだということで、必死にお金を貯めようとしているわけなんです。一旦、ァイヤーを達成すると、その後何をするのか、毎日の時間を何に使うのか、すべてを自分で、 自由に決めることができますどこに住むのか、毎日どんなことをして暮らすのか、どんな人と付き合いながら生きるかなど、これまでよりも 圧倒的に選択の幅が広がり、圧倒的な自由が目の前に広がっているんです。もちろん、このファイヤーが向いているかどうかは、性格や今あなたが置かれている状況によって変わるでしょう。今の仕事が嫌すぎて、もう一刻も早く会社辞めたいという人であれば、ファイヤーを目指すべきかもしれませんし、別に今やっている仕事はそんなに嫌いじゃないよという人であれば、わざわざ、 ファイヤーをする必要はないかもしれません。あるいは、ファイヤーをした後に、明確にやりたいことが決まっているということであれば、良いかもしれませんが、闇雲に、とりあえずファイヤーを目指した結果、その後、何もやることがなくなって、退屈すぎて死にそうだという話も、結構耳にします。 お金がそんなになくても自由な時間さえあれば楽しめる、幸せになれるという人であれば、ファイヤーは向いていると言えるでしょう。さて、このように貯金を増やして自由をゲットした最終形が FIRE などの経済的に独立した状態であります。もちろん、 三千万円とか五千万円なんて貯められないよという人も多いでしょうから、ファイヤーをして完全なる自由を手に入れる必要まではないかなと個人的にも思います。ですが、たとえそこまで大きなお金は貯められなかったとしても、貯金額を増やすということを皆さんにお勧めしたいんです。なぜならば、貯金の額が増えるに比例して確実にあなたはどんどん自由になることができるからなんです。 完全に仕事を辞めることは難しいかもしれません。 ですが、2年間働かなくても大丈夫な生活費が貯金できていれば、目の前のめちゃくちゃ嫌な仕事をとりあえず辞めることができるでしょう。また、2年分とも言わず、半年分の生活費があれば、上司が怖くなくなるでしょう。もし、クビになっても、路頭に迷ってしまうと、怯えなくても済むからです。逆に、貯金が全くない状態だと、仕事を辞めちゃうと、もう本当にね、明日食うに困って しまうという危機的状況なわけですからどんなにその仕事が嫌であっても私たちはその仕事から逃げることができませんどんな嫌な上司にも頭を下げ続けるしかないでしょうあるいは あなたにある程度大きな貯蓄があれば仕事を辞めて次の仕事を慌てて探す必要もありませんので良い仕事につくチャンスを待つ余裕もできるんです。またあるいは給料のために働くのではなく給料に関係なく自分の好きな仕事を選択することだってできるでしょう。 あるいは、ファイヤーのように、資産運用から得られる収益だけで生活していくことも可能でしょう。あるいは、資産運用からの収入も得つつ、自分の好きな仕事をして、毎月10万円程度の収入を確保するという、サイドファイヤーという方法もあります。さて、 このように貯金の凄す,すぎるメリットは自由を得られるということ。言い換えれば自分の人生を自分で選択できる。自分の人生を自分でコントロールできるということなんです。実は。 この自分の人生を自分でコントロールできているという感覚はめちゃくちゃ重要なものになります。なぜならば自分の人生を自分でコントロールしているという感覚は私たち人間の幸福感に最も大きな影響をもたらすということがわかっているからなんです。お金があれば 皆さんは高級ブランド品が買えるじゃないかとか、高級腕時計が買えますとか、高級マンションが買えるといった風に贅沢な暮らしを思い浮かべている人も多いかもしれませんが、そんなものははっきり言えばお金がもたらす自由という本当の価値に比べれば本当にどうでもいいものであります。そんな高級品よりも私たちは好きな時に好きな人と好きなことができる生活を送れるという自由 自由の方が私たちを幸せにしてくれるんですあなたの貯金がどんどん増えるにつれて私たちは周りの人の都合に左右されることなく自分の意志で自由に生きられるようになっていくんですお金なくして自由なしこの冷酷な真実を私たちは常に胸に刻んでおくべきでしょう このことが本当に理解できていれば、貯金に対するモチベーションが爆上がりし、どうでもいいものに使っているお金や、衝動買いに使っているお金、 どうでもいい飲み会に使うお金、どうでもいい人間関係に使うお金、見栄などのお金などが大きく減るはずであります。そんなクソどうでもいいものにお金を使うことをやめられるはずなんです。だって自由という最も大切なものが私たちの目の前に広がっているわけですから。さて、それではここまでで一つ目の貯金の凄す,すぎるメリット、この世で最も価値がある自由が手に入り、自分の未来を奪いか 返すすことができきるににについての解説を終わりにし次に行きますそれでは次2つ目の貯金のすごすぎるメリットメンタルが史上最高に安定するについて解説していきますさてこれはメンタルが誰もが不安定になりがちなこの激しい現代においてとても重要なメリットだと思いますこれを聞いている皆さんの中に自分はメンタルが弱いんですとかちょっとしたことですぐに落ち込みがちに になってしまうんですと悩んでいらっしゃる人はいませんかそんな人はぜひしのごの言わずまずはお金を貯めてみるということをお勧めいたしますなぜならば お金がないと別にあなたに限った話ではなくて人間は誰しもメンタルが不安定になってしまうからであります。私たちは将来に対して不安や恐怖を持っています。将来お金がなくなったらどうしようか仕事がなくなったらどうしよう病気や怪我をしてしまったらどうしようなどと私たちは毎日不安を巡らせております。そして人間という生き物は将来に対するリスクや不安を 大きく見積もってしまう傾向があります。これは進化心理学や認知心理学においてネガティビティバイアスと呼ばれる現象で知られています。ネガティビティバイアスとは人間が ネガティブな情報に対してより敏感で過剰に反応しやすい傾向のことです。このバイアスは過去の人類の生活環境においては生き延びるために有利だったため進化の過程で私たちに身についたと考えられております。例えば過去の厳しい環境で危険な動物や敵対する集団から身を守るためには脅威を敏感に察知して速やかに対処することが生き延びるために一番 と言っっても過でではないほど重要だったんですそのため、不安やリスクといったものを、私たちは過大に評価し、過剰に反応するという性質が、私たちの DNA に刻み込まれているわけなんです。ですが、この安定した現代社会、安全な現代社会では、このようなネガティビティバイアスが過度の心配やストレスを引き起こす原因となることがあります。今では、危険な動物に突然襲われるとか、誰かに襲われる といいっった心配はかなななり少なくなっているにもかかわらず私たちはいまだにネガティビティバイアスを持っていますそのせいで人々は将来の不安に対して過剰に反応しストレスや不安を感じることが増えているというわけなんですですがもしあなたにですよある程度の貯蓄があれば 突発的な出費や緊急事態に速やかに対処できるため未来に対する不安や悩みが軽減されるんです。これによって精神的な安定がもたらされます。これは非常にでかいです。例え 病気や怪我によって、1ヶ月、2ヶ月働けなくなったとしても、自分には貯金があるんだと思えれば、メンタルはかなり楽になるはずです。このような、経済的な安心感は、人間の基本的なニーズである、安心、安全の欲求を満たしてくれ、精神的な安定につながるんです。最悪、何が起こったって、自分には、まあ、ある程度、まとまった貯金があるから、なんとかなるさ。 貯金によってこのような強いマインドを持つことができるようになるんです。また、私たちは生きていれば必ず困難にぶち当たったり苦しい状況に置かれることがあります。このように人生につまずいた時は経済的な体力勝負となるのが現代の宿命であります。たとえ困難にぶち当たったとしても貯金があれば乗り越えられるというケースは実際にたくさんあります。 というかそもそも人生における苦しい状況というのは多くの場合がお金にまつわることではないでしょうか。ですがそんな時あなたに貯金があれば不足の事態が起こっても対処することができるんです。また、 ストレスというのは私たちのメンタルに大きな悪影響を及ぼしますよね。ですがもしあなたに貯金があればストレスが激減するということが分かっています。お金が不足しているという状態はめちゃくちゃ大きなストレスを私たちに与え続けてしまうからであります。慢性的にお金が不足している人は慢性的にお金がないことによる大きなストレスがかかり続けている状態ですから当然メンタルは不安定 になるし、イライラしやすくなるし、悩みやすくなります。 頭もよく働かなくなりますし、不健康にもなってしまいます。実は人間はお金がないと、お金以外のことを考えられなくなってしまうということがわかっています。それは人間の注意とか認知リソースが限られているためです。お金が不足していて、それに何とか対処しなければいけないような状況では、それ以外のことに関心や注意を向けたり、認知リソースを割くことができないからなんです。 皆さんも人生で一度や二度お金がなくてどうしようもないよと困ったことがあるはずです。その時のことを鮮明に思い出してみてください。おそらくお金以外のことが全く考えられなくなってしまうほど大きなストレスを受けていたのではないでしょうか。 お金がないということが気になってしまい、他のことが全く手につかなくなってしまったという経験をしたこと一度くらいはあるでしょう。その時、私たちはとてもとても大きなストレスを抱え、さらに非常に巨大なエネルギーをお金が足りないということに奪われてしまっているんです。実は 私たち人間の脳は食べ物の不足とお金の不足を区別できないとされています。食べ物が不足していたらそのままでは死んでしまいますよね。私たち生物は 生き延びるということを第一の目的としておりますので、食べ物が不足している状態では、当然、食べ物以外のことは考えられないように脳は作られています。例えるのならば、食べ物が不足している状態というのは、脳の中で非常ベルがガンガン鳴り響いているような状態です。この不愉快な脳の非常ベルに突き動かされて、私たちは必死に食べ物を探し、生き延びようと頑張るんです。 そして、お金がないということも、食べ物がないということと同じように、脳は認識してしまうため、お金がない状態では、あなたの頭の中で、このままでは死んでしまう、早急に何とかしなさいという非常ベルが、ガンガン鳴り響くことになるんです。 そんな非常ベルがガンガン鳴り響いているような状態で他のことに集中したりとか他のことに注意を向けたりすることは極めて難しいんです。また常にお金に困っている人はいつまで経っても脳の中で非常ベルが鳴りやまず長期的な慢性的なストレスがかかり続けてしまいます。その結果免疫機能の低下や睡眠障害、心身の健康に悪影響を及ぼすということが知られて いるんです皆さんは普段朝目覚ましのアラームで起きていることだと思いますあのアラームとても不愉快ですよね本当はもっと寝ていたいがあの不愉快なアラームを止めるために私たちはなんとか頑張って起きようとしますそしてなんとか起きてアラームを止めることができれば私たちほっとしますよねですが アラームを止めるボタンを何度押しても一向にアラームが止まらなかったらどうでしょうかずっとずっとうるさいアラームが鳴り続けているような生活めちゃくちゃ不愉快ですよね。お金がないというのはこのようなことがあなたの頭の中でずっと起こっている極めて危ない状態であると理解してほしいです。ですので 脳の非常ベルを止めて、ストレスから解放されるには、何としても、ある程度のお金を貯める必要があると言えるんです。このアラームの概念が分かっていれば、いかに貯金をするのが重要なのかということがわかるはずです。そして、貯金をすることによって、アラームが止まれば、いかに快適な生活が待っているのか、ストレスや不安が激減するのかということがわかるでしょう。 さてさて、それではここまでで、二つ目の貯金の凄す,すぎるメリット、メンタルが史上最高に安定するについての解説を終わりにして、次に行きます。それでは次、三つ目の、 貯金の凄す,すぎるメリット、不愉快なことが減っていくについて解説していきます。さて、これもお金を貯めることの素晴らしいメリットです。お金があればあるほど、実は皆さん、不愉快なことが減っていくんですよ。例えば、皆さんが今、抱えている悩みやトラブルといったものは、お金がもしあれば、解決できるというのがほとんどではないでしょうか 自分が今何に悩んでいるのか、今自分はどんなトラブルを抱えているのかを冷静になって分析してみてください。そしてもし今自分に十分なお金があったら、例えば1億円今持っていたら、いやいや、1億円じゃなくても良い、2000万円、1000万円持っていたら、その悩みやトラブルはどうなるのかということをちゃんと考えてみてください。おそらく ほとんどのことがお金で解決できることに私たちは悩まされているということに気づくでしょう。中でも悩みとして多いのがやはり仕事関係だと思うんです。ですが、 お金があれば私たちはすぐさま嫌な仕事は辞めることができます。ですがお金がないとどんなに職場の人間関係が嫌でもパワハラをされてもセクハラをされても仕事を辞めることができません。お金がないと私たちは自分の嫌いな人や嫌な人とも付き合わざるを得ないんです。どんなに嫌な取引先であっても頭を下げ続けるしかありません。なぜならばお金がないからです。仕事 をやめてお金がなくなってしまえば路頭に迷ってしまうからです逆に お金さえあれば自分が嫌いな人や苦手な人と関わらないという夢のような生き方を実現することだって可能となります。自分の嫌な人や苦手な人と関わらない生活を送れるだけでストレスが激減すること間違いありません。私たちのストレスの多くはやはり人間関係からもたらされます。そして人間関係の中でも 嫌な人、嫌いな人からもたらされるストレスがほとんどです。お金があれば、このストレスがなくなると思えば、なんとかお金を貯めようというモチベーションになるでしょうか。また、現在は技術やテクノロジーの進歩によって、見た目などのコンプレックスさえも、お金でかなりの程度解消することができる時代です。例えばですが、お金を使って美容整形をしたり、美容サロン、 脱毛サロンに通うことによって外見に対するコンプレックスを改善することができます。例えば、昔は体毛が濃くて悩んでいた人は、昔はいくらお金があってもその悩みを解消することはできませんでした。ですが、今ならば脱毛することによってその悩みはお金で解決することができます。また、 見た目にコンプレックスを持っている人は美容整形をすることだって可能です。美容整形をするかどうかは、それはもちろん一人一人の価値観によるでしょうが、お金があればそういう選択肢を取ることだってできると知っておくことは重要でしょう。また、 薄毛で悩んでいる人もお金をかけて植毛などをすれば改善することも期待できます昔は運命としてもう受け入れざるを得なかったどうしようもなかったものが今ではテクノロジーの発達によって運命をねじ曲げることができるんですまた これからどんどん美容医療とか若返り治療、長生き治療などが発展していくことはほぼ間違いありません。そうであるのならばお金さえあれば若返ることができる時代に突入するかもしれません。お金があれば寿命が伸びる時代に突入するかもしれません。お金があれば美しい肌や髪が手に入れられる時代もいずれやってくるでしょう。 また、こういった外見のコンプレックスだけでなく、これまでなかなか治せなかった病気が治るようになる時代も到来することでしょう。ですが、そういった新しい治療法やテクノロジーが公的保険の対象になるのは時間がかかります。 おそらく、そういった新しいテクノロジーや治療法が登場してから、ある程度、かなり長い間、時間が経つまでは、保険が効かないでしょうから、自費で受けるしかありません。そんな時、お金があれば、そういった治療にも、いち早く手を出すことができます。 これからテクノロジーは爆発的な勢いで進歩するとされています。そして、どんどん新しい病気の治療法や若返り治療などが出てくるでしょう。それが出てきた時に、もしあなたにお金があれば、そういったものを活用して、不愉快なことをなくしていくこともできるんです。さて、それではここまでで。 3つ目の貯金のすごすぎるメリット不愉快なことが減っていくについての解説を終わりにして次に行きましょうそれでは次4つ目の貯金のすごすぎるメリットもっとお金を増やすことができるについて解説していきますさてこれもめちゃくちゃ大きな貯金のメリットでありますなんと貯金をすると貯金した分だけじゃなくてさらにそれに加えてお金が増えていくんですなぜ ならばある程度貯金がたまってくると。 投資という最強のお金を増やす武器が私たちに天から授けられるからであります。貯金がないうちは投資という素晴らしい武器を私たちは使うことができません。ですがある程度貯金があれば働くこと以外にも投資でお金を稼ぐという選択肢が浮上してくるんです。老後2000万円問題などが話題となり、さらに年金支給時期の後倒しや年金支給額が減ることが心配されている 今誰もが投資によってお金を増やすことが必要な時代であると言われています実際最近では iDeCo や積立たて NISA などを通して投資信託に投資をする人が多くなってきているんですこういった制度は税金的にも優遇されていて国も積極的に投資によってお金を増やすということを推奨しているからこそこういった制度をわざわざ作っているわけです例えば 投資の中でもかなりリスクが低い投資に属する有名なインデックスファンドに投資をしたとすると長期的に見て平均年5%程度のリターンが期待できると言われていますあなたが必死こいて500万円今貯めたとしましょうその500万円を年5%のインデックスファンドに投資して福利で運用したとするとどうなるでしょうか詳しい計算式は省いて結論だけお伝えすると あなたの500万円は5年後には約1.27倍の約638万円。 10年後には、あなたの500万円は約1.62倍の約814万円。20年後には、あなたの500万円は約2.65倍の1326万円。30年後には、あなたの500万円は約4.32倍の2160万円に化けています。いやー楽しくなってきました。このように。 投資というのは長い時間投資をすることによって加速度的にお金が増えていくというシステムです。このような素晴らしい投資という武器を使わないのは非常にもったいないことだと思いませんか ですが、貯金がなければ、この投資という武器を私たちは使うことができないんです。その結果、お金を持っている人はさらにお金持ちになり、お金がない人は一向にお金が増えないという結果になってしまうんです。先ほどね、高度な先端医療とか、美容医療が出てきた時にお金があると得をするというお話をしました。ですが、こういったものはある程度大きなお金がかかるかもしれません。そんな時は、ある程度の元手を貯めて、 その元出を投資することによって大きな財産を築き、こういった手段を活用するという手も考えられるんです。さてそれではここまでで4つ目の貯金のすごすぎるメリット、もっとお金を増やすことができるについての解説を終わりにして次に行きます。 それでは次、5つ目の貯金のすごすぎるメリット、今までよりはるかに健康になれるについて解説していきます。さて、これはちょっと意外に感じる人いるかもしれませんが、実は貯金をしていく過程で、私たちはなんとどんどん健康になることができます。これも貯金をすることのめちゃくちゃ大きなメリットであると個人的に思っています。 貯金をすることによって、今までよりもあなたがはるかに健康になれるのは、これまで述べてきたように、貯金をすることによって、例えば自由が手に入ったり、メンタルが史上最高に安定したり、不愉快なことが減っていくということも、もちろん理由の一つです。ですが、 貯金しようとすることによって必然的に体に悪いことをしなくなるというのがかなり大きな理由です。例えば飲み会。飲み会というのは結構積み重なると大きな出費になってしまいますよね。本気で貯金をしたいと思っている人は飲み会に参加する割合が減るでしょう。本気で貯金したいならば飲み会に行ってはいけないんです。その結果、 貯金ができるだけでなくお酒を飲む機会も減ってより健康的になれるんですまたお金を貯めようと思ったら家で晩酌する機会も減らす必要があるでしょうからお酒を飲む量がぐっと減ることでしょう また最近ではタバコも高いですよね。貯金をするというモチベーションでタバコをやめることができれば間違いなく健康になれますよね。また貯金しようと思ったらコンビニなどによってお菓子とかジャンクフードといったものを買わなくなるでしょう。 お菓子やジャンクフードって一個一個あたりの値段はそんなに高くありませんが何回も頻繁に買っていると結構知らない間に金額がかさんでしまいますよね。毎日。 会社帰りに300円くらいのお菓子とかスイーツを買っていると、1ヶ月で約1万円の出費です。こういった無駄遣いを減らすことによって、お金が確実に貯まる上に、健康に悪いお菓子やジャンクフードもやめることができて、本当に一石二鳥なんです。また、 貯金をしようと思うと外食をする頻度が減るでしょう。そして自炊をすることになります。自炊は最強の健康法と言っても過言ではありません。自炊は経済的な上に健康に良い素晴らしい習慣です。 飲食店は人を雇う人件費だったり、店の家賃だったり、光熱費、広告宣伝費などで出ていくお金が大きいため、どうしても利益を出すためには食材にかけるコストを抑えざるを得ません。ここの飲食店や業態によって減価率は変わりますが、一般的に飲食店の減価率は20%から40%の範囲が目安であるとされています。 つまり、あなたが1000円のものを注文したとき、その原価は200円から400円ということなんです。考えてみればかなり少ないですよね。 ですが、自炊をすれば当たり前ですが、1000円で1000円分の食材を買うことができます。そのため、新鮮でより質の良い食材を同じ値段でチョイスすることが可能となるんです。新鮮な野菜や果物、良質なタンパク質源などを購入し、健康に良い食事を作ることができます。 また自炊をすることで食事の栄養バランスを自分自身でコントロールできるというのもめちゃくちゃでかいです。外食やデリバリー、スーパーやコンビニなどの食品は油分や塩分が多かったりと栄養バランスが偏っていることがありますが自炊では自分の好みや健康状態に合わせた食材や調味料を選ぶことができるんです。自炊はお金が貯まる上に健康になれるという本当に最強の 習慣だと思うので、ぜひできるだけやっていただきたいと思います。お金がかかる上に健康に悪い行動というのは。 結構世の中に存在していますから、そういったものを一つ一つちゃんと取り除いていって、お金を貯めるのと同時に健康になってしまいましょう。さてそれではここまでで、五つ目の貯金のすごすぎるメリット、今までよりはるかに健康になれるについての解説を終わりにし、次に行きます。それでは次、六つ目の 貯金のす,ごすぎるメリット騙さて、世の中には本当にたくさんの巧妙すぎる詐欺が存在しております。こうすれば簡単にお金稼ぐことできますよとか、真似するだけで1日5万円サクッと稼ぐことができますとか、確実に儲かる元本保証の投資がありますなどなど、本当にね、 一見美味しそうに見える儲け話的なものが世の中には本当にたくさん溢れているんです。ですが結論から申し上げるとこういったものの100%が詐欺です。 簡単にお金持ちになれるのであれば全員がもうすでにお金持ちになっているはずですよね。現実にそうなっていないのはこういった話が詐欺であることの何よりの証拠でしょう。ですがお金がないとこういったものに騙されてしまうんです。お金がない人ほどお金を欲しい欲しいと強く思っているわけですからすぐに こういった簡単に稼げますみたいな詐欺に引っかかってしまうというわけなんですね。一発逆転を夢見て、怪しい投資話に乗っかってみたり、よくわからない儲け話に乗っかってしまう確率が上がってしまうんです。お金に困っていると、すぐにでもお金を得たいという強い欲求に突き動かされて、詐欺師や、 悪徳業者が提案してくる怪しい投資や怪しいビジネスに対し警戒心が低くなってしまい手を出しやすくなってしまうということなんです。また、経済的なプレッシャー、すなわちお金がないということから冷静な判断ができなくなり感情に流されて怪しい儲け話に手を出してしまうことがあります。 実際にお金がないと人は馬鹿になり IQ が低下してしまうということも研究によって明らかになっております。そのためこういった詐欺や怪しい投資話などに引っかかってしまうリスクが高くなってしまうというわけなんです。ですが仮にあなたにある程度貯金があったとしたらどうでしょうか あなたにある程度の貯金があれば別に怪しい儲け話に乗っかって急いでお金を増やそうとする必要はありませんよね。さらに ギャンブルや怪しい投資で一発当てる必要もありません。これまで堅実な道をコツコツ歩き、コツコツと貯金額を増やしてきたあなたならば、別にそんな危ない橋を渡らなくてもお金を増やせるという自信もすでに身についているでしょうから、わざわざリスクを取ることもないでしょう。 ある程度、貯金があれば、緊急時に対処できるだけの資金を持っているため、焦って、怪しい投資やビジネスに手を出す必要が、そもそもなくなるんです。さらに、貯金があることによって、金銭的なプレッシャーが減りますから、物事を冷静に判断できるようになります。その結果、 詐欺や悪徳商法に騙されるリスクも大きく減るんです。最近では本当にね、巧妙な詐欺が横行していると聞きます。こういったものに引っかかって大切なお金を失ってしまわないように貯金をしておくということが重要なんです。さてそれではここまでで6つ目の貯金のすごすぎるメリット、騙されにくくなるについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次7つ目の貯金のすごすぎるメリット、 自分に本当に必要なものを見極める力が身につくについて解説していきます。さて、貯金をすることによって自分には本当に何が必要なのか、 こういった重要なことがわかる判断能力が徐々に養われていく。これも貯金の凄す,すぎるメリットなんですね。実は世の中に売られている商品のほとんどはあなたにとって必要がないものばかりです。必要がないにもかかわらず巧みな広告とか劣等感を刺激するような心理テクニックなどによって必要だと欲しいと思い込まされているだけなんです。ですが、 節約をしようとすると必ず何か物を買うたびにこれは自分にとって本当に必要なものなのかということを考える癖が身につくんです。 その結果、徐々に自分に本当に必要なものを見極める力がつき、無駄なものを買うことがどんどんなくなっていきます。優先順位を設定することができるようにもなるんです。目の前のものを買うときに、これは本当に自分にとって必要なものなのかをそのたびに考えることによって、自分にとって大切なことの優先順位をつける能力が徐々に身についていくというわけなんです。そしてこの能力は節約に限らず、 人生全般にとって非常に大切な能力だと言えるでしょう。結局、私たちが持っているお金も時間も限られているんです。ですから、その限られたリソースを何に集中的に投下するのかというのは、満足度の高い人生を送る上でめちゃくちゃ重要なテーマだからであります。優先順位がつけられない人というのは、 自分にとって何が本当に大切なのかが分からずにどうでもいいものに時間やお金を使ってしまいその結果時間やお金を無駄にしてしまっておりますまた自分はどんな価値観を軸にして生きるのかというのも徐々に分かるようになるでしょう世の中には今 無数の価値観があります。その無数の価値観の中で、どれが自分にフィットするものなのか、自分の人生において何が重要なのかを節約、貯金という過程を通して明らかにすることができるんです。さて、いかがでしたでしょうか ここまで7つほど貯金のものすごいメリットについて熱く解説してきました。これを聞いてくださった皆さんは貯金の圧倒的なメリットが分かり、貯金しようというモチベーションが爆上がりしていることでしょう。貯金をするためにはモチベーションが大切です。ぜひ貯金をすることのメリットをいつも忘れずに貯金にせっせと取り組んでいただきたいと思います。貯金をしている最中でくじけそうになったらぜひ本日の動画を ままた見返ししててみいていと思いますそれでは本日の内容を最後にしっかりとまとめておきましょう本日は貯金のすごすぎるメリットを7つご紹介いたしました1つ目はこの世で最も価値がある自由が手に入り自分の未来を奪い返すことができる2つ目はメンタルが史上最高に安定する3つ目は不愉快なことが減っていく 四つ目は、もっとお金を増やすことができる。五つ目は、今までより、はるかに健康になれる。六つ目は、騙されにくくなる。 7つ目は自分に本当に必要なものを見極める力が身につくというメリットでした本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました